はい、おはようございます。さあ、今日はですね、1日マイソウルを観光するんですけども、最初にまずマイソウルパレスっていう、言ってしまえばマイソウルで一番の観光スポットに向かおうと思います。散々動画の中でマイソウルマイソウルって言ってるんですけど、これちょっと最近呼称が変わったらしくてですね、英語読みでマイソウルって言うらしいんですね。でも最近あのインド各地で現地の元々の呼称に戻そうっていう動きが盛んみたいで、マイスールって言うらしいですね。インド人の方には大変失礼いたしました。まあ全然マイソウルでも通じるんですけど、まあマイスールって言った方がより現代的な呼称に近いということで、大変失礼いたしました。というわけで、まあマイスールっていうカルナータカ州の第2の都市にいるんですけども、マイスールって街はとても面白くて、実は1947年まで独立した1個の国だったんですね。まあ厳密に言うと1800年代くらいから藩の中の国っていう、まあなんか日本の江戸時代のような形だったんですけど、まあ王国として成り立っていた場所でですね、マイスール王国っていう国があったんですよ、ほんと最近まで。でその王族一家が住んでいたのがマイスール宮殿ということで、インド国内でも非常に有名な観光地になっているみたいで、かなり豪華絢爛な作りになっていると。マイスール今10時過ぎぐらいなんですけど、全然涼しいです。まあ33、4度くらいはあるんですけど、日差しもそんな強くないでしょ。5月の終わりっていうモンスーン期に近いっていうのもあると思うんですけど、かなり涼しいですね。過ごしやすいです。あとですね、今日の格好がですね、インド人がよく着てそうな柄のシャツに、インド人がよく身につけてるこの腰巻きみたいな、完全インドスタイルで外出してるので、あまりにも客引きに声かけられませんね。普通のいつもの格好、まあ、僕はトッテナムのユニフォームとかよく着てるんですけど、あれに比べたら全く声かけられないですね。不思議なもんです。はい、ちょっとだけ見えてきました。こっちの方も少し見えてきましたね。でマイスール宮殿、何がすごいかって、その規模もすごいんですけど、建築様式がやっぱ一番すごいって言われてるみたいで、もともとマイスール王国っていうのはヒンドゥー教の国だったんですけども、その中でインドの伝統的なドラビダ様式であったりとか、17世紀くらいに1回だけ国がイスラムに改宗したらしいんですね。でその時に建てられたものなんで、イスラムの建築様式も混じってる。この前行ったティルマナイナヤクパレスに似たような感じで、あら見えてきました。半端じゃないなこれ、こいつはすごいわ。カメラに収まんないです、でかすぎて。だいぶまだ 100m くらい離れてるんですけど、もう収まってないです。これはすごいな。チケット買わないと中入れないみたいなので、買っていきましょう。はい、100ルピーで入れました。この門から入ってきたんですけど、まずこっち側ですね、向かって右側にマデュライのようなミーナクシー寺院のような立派な塔があって、これがかの有名なマイソウルパレスですね。すっげー。で散々イスラムっぽいって言ってて、結局何があって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、例えばああいうあの上のこういう玉ねぎみたいな球体が、タージマハルとかも同じような形してますよね。であとこういうあのアーチかな、こういうですね、アーチがあると思うんですけど、こういうのもイスラムっぽい建築様式の一個っていう風によく言われてます。作りとしてはなんかちょっと中世ヨーロッパっぽさもあったりするような気がしますね。いやなんかほんとドラクエに出てきそうだもん。アリーナとか住んでそうだもんな。クリプトとかここら辺で見張りしてそうだもん。はい、真正面に来ました。ちょっとやんと考えてください。これ家ですよ、家。お前んちどこなんて聞かれて、俺んちここばいって言って、こんなとこ連れてこられたらぶったまげますね。俺これ配達員だったらマジ泣くなぁ。お前午前してどこの部屋に持ってくんとか、置き配ってどこに置くんとか、宅配ボックスあんのとか、どこに宅配ボックスあんのってなりますね、確実に。で中入っていきましょうか。
かな。はい、先ほどのテンプルとは違うんですけど、向かい側にも同じようなのがあったんで入ってみようと思います。左右に1個ずつ同じようなのがあるんですかね。手前まではギリ取れるっぽいんで、ちょっと遠巻きに取りつつ、中はちょっと取れないんで勘弁してください。見えないか。入ってきます。はい、中入ってきました。すごいです。マデュライのミナークシーを機能してる寺院なんですけど、ここは書いてある通りアンシェント遺跡なんで、その時の作られた時のまま残されていて、中に一人坊さんがいらっしゃって、再生して手を合わせたら頭に被り物みたいなのを被せてくれて、神様のパワーが宿ったってことだと思うんですけど、ここはラクシュミーの寺ですね。商売繁盛だったかな、ラクシュミーは。皆さん間違ってたらすいません。こんな感じで、これこそインディ・ジョーンズライドっぽいよね。いや
やーすごかったです。次はですねチャムンディヒルズっていうマイソールのちょっと離れた小高い丘に向かおうと思います。そこの丘の上にまた大きいヒンドゥーのテンプルがあるのでそちらまでバスで向かってみようかなと思います。さあバスに乗ること30分、着きましたチャムンディ。なんと乗ってたバスボルボでしたね。ボルボにこんなバスあるんですね、知らなかった。めっちゃ快適でした。ここもお寺なんですけど観光地としても十分機能してるんで、こんな感じで出店がたくさん並んでます。楽しそうだな。なるほどね。基本サングラス、宗教品、食べ物、飲み物、アクセサリーって感じですかね。間違えた。さあこれがチャムンディのお寺ということで、すごいですね。さっき見たのがまんま金色になったような感じで、3時半からなんでもうあと20分くらいで開くので並んでいこうと思います。はい、というわけで中に入ってきました。中は撮影ができませんでした、すみません。3時半オープンの45分くらいに入ったんで、どこ見、世界で一番ここが今人口密度高かったですね。おじいちゃんからおばあちゃんからちっちゃい子供からこれくらいの年のガキとかももう全世代ぐっちゃぐちゃで、ちっちゃい中の真ん中のお祈りする場所があるんですけど、そこめがけてみんなで3方向から入ってくるんですけど、みんながその突っ込んでいく感じでめっちゃしんどかったっすね。あれは満員電車とかあれに近い、もう押して押し返してみたいな、そんな感じでした。以上です。さあ先ほどの中心からちょっと離れた丘の上の小さな集落にそのまま来てみましたけど、多分あそこで商いをやってる人はみんなこうやって住んでるんですかね。あの江ノ島パターンなのかもしれない。ここ左行ったところにあのマイソールの街を一望できるポイントがあるみたいなんで行ってみようかなと思います。さあ丘の綺麗なところに来ました。あれですね、これがさっき言ったマイソールパレスです。遥か彼方にあるように見えます。でもこっからでも光光と光ってるのがお分かりですかね。これ一回引きますよ。めちゃくちゃ光ってんすよ。いやさすがの存在感だな。あとマジで涼しいっす、ここばっか涼しいっす。綺麗な景色だ本当に。さあバスを降りてですね山の下まで下ってきました。今私がどこに向かっているかというと、さっきまでいた丘のふもとにあるモールオブマイスールですね。マイスールで一番大きいショッピングモールってことです。これまでマニラとかエルナクラムのルルショッピングモールも行ったんですけど、まあ共通して海外のショッピングモール行くと観光客特にやることはないんですね。何かっていうと買うものが別にないから、基本的にやっぱモールっていうのはお金持ちが行く場所なので物も基本的に高いですし、もしかしたらね何かやることがあるかもしれないと思うので、今後ともインドで訪れた街にモールがある場合は積極的に行こうかなと思うんですけど、まあ、検証ですね。俺の持ってきた説、スイダウデタイム着きました。でっかいですね、さすがにパレスを意識してかイスラムっぽい作りになってますね。行ってみますか。おでかい、でかいっすね。立川のウララポよりでかいんじゃないですかこれは。夢タウン光の森店よりでかいんじゃないですかこれは。てか今日まだ何も食べてないんで、なんか食べますかここで、せっかくだし。久しぶりに外資系のファストフードとかあったら食べたいな。まず1回回りますかしら。
めっちゃ涼しいです。そしてでマジで綺麗です。口コミがだいぶ高いんで評価、綺麗で清潔で、あ一緒か、あ1階はこんなもんですね。服屋さんしかない。これ斜めにエスカレーター走ってんの斬新ですね。あもちろんねエスカレーターはどこに乗っても大丈夫です。こんなところにタトゥーショップもありました。ありだな、高いんだよなこういうとこは。これがさっき言ってた斜めにかかってるエスカレーターです。やっぱインド HP 人気ですね。あパソコンの会社なんですけど、やたらショッピングモール行ったら絶対あるっすこれ、まあ、HP は昔のスパーズの胸スポンサーなんでお見知りおきを。ちょうどパウリーニョとかベイルがギリいなかったかな、いたかな。ロリスのファーストイヤーとかギリ HP だったの確か。あらケンタッキーありましたね外資。何を食べようかな、なあ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 、見て一瞬クリロナ、一瞬クリロナ。お、めっちゃあるやん。なんかケンタピザハドミノ。ほうほうほう。さあというわけでケンタにしました。いやさすがインドですね、やっぱご当地に合わせて。ベグっていうのが真ん中5番なんですけど、宗教上肉食べれない人が、野菜のバーガー、豆とかですかね、とかビリヤニがケンタで売られてたりとか、ね、あんな赤いチキンだけどボックスとか日本じゃ見たことないですからね。はい、さというわけでやってきました。日本でも食べれるクラシックバーガーセットですね。ちなみにこれもらったまんまなんですけど、まあ、日本みたいにこう小綺麗にトレイの上というよりかはもう出来たてにバンバンバンって出来上げのステーキのがインドスタイルです、まあ、全然問題ないんですけどね。ポテトはこんなボックスに入ってました。面白いですね。食べていきましょう。ごめんなさい食べかけで。バーガーのソースがあまりにもカレー味なんで驚きと衝撃を隠せないんですけど、絶対こっちの方がうまい。他は基本的にはパンもお肉も日本と変わらないクオリティだと思います。じゃあ食べていきましょう。はい、というわけで節継続ですね。特に買うものはございませんでした。まだ見るショッピングモール探訪は続きます。すっかり夜になってしまったんで夜ご飯を食べに行こうかと思うんですけども、めちゃくちゃ面白そうなとこ見つけちゃったんでそこに行こうと思います。見えますでしょうか、あれなんですよ。めっちゃ出店がこういう風に出てて全部結構しっかりご飯が食べられる出店なんですよ。で昨日価格だけ聞いといたらそんな高くないんでありやんと思って、今日はせっかくなんで夜の風を浴びながら地元民と一緒にご飯を食べていこうじゃないかということで、まずこれを渡んなきゃいけないですね。簡単です。隙間を見つけて、あ来た、隙間隙間、こういう左折右折車は隙間。で隙間からこうやって渡っていくと完璧ですね。お店を探しましょう。ビリヤニ、ビリヤニ、チキンビリヤニ。 OK、チキンビリヤニ。 How much?80 rupees. 80? Yeah. Okay, think about it. Please wait. Biryani? Biryani name is Anda Chawal Miltai. Anda Chawal. Chawal? Anda Rice. Rice? How much? How much? How much food? 40. 40? Rice and veg? Veg? Veg, veg. Okay.50? Okay. 美味しそうなインド焼きそばがあったんでインド焼きそばにしましょう今日は。 Can I take the video? Video okay? Thank you. めっちゃ美味しい。Thank you.
Thank you。 じゃあ食べていきましょう。いやすごいですよ、ここで飯食うっすね。いただきます。さあ本邦初ガチ食レポのお時間です。カレー味の焼きそばと焼きうどんの中間っていう感じですね。麺が短いんですけどゴム太って感じで、まあそれは焼きうどんっぽい。具材ももやし、人参、玉ねぎとかかな。うわ、ゴム太のが入ってて、あとグリーンチリもちょっと入ってますね。辛いんですけどめちゃくちゃ美味しいです。これちょっとちっちゃめに見えるんですけど麺が結構ごっついので全然十分ですね。毎日カレー味の何かだけど具材が違うだけでこんな変わるんですね。これで40ルピーよ。大満足。かけるソイソース何でもソイソース、刺身にソイソース、コロッケにソイソース、俺らはいつでもポップトゥーザハイ、軽々声さよならば